なたを迎え入れるもん。世間知らずの村娘、使命に忠実なサーヴァント、どれも皆私なのね。この仮初めの命が続く限り、ずっと。あなたが望む私になりたいな。私の望むあなたはもう知っているわ。不確かな夢の力に頼るなんてナンセンスだって。聖杯もまた手に届かぬものの象徴。本当に私の望みを叶えてくれるのは、ううん、ごめんなさい、気にしないで。私を連れて姫やかな夢にふけるのなら、私も幸せよ。だけどね、本当の夜明けを迎えた時にはちゃんとお帰りになると誓ってくださる？ひっそりのんびり心ゆかしい夏の休暇をマスターと一緒に過ごせるのね。とっても楽しみだわ。ええ、いいの。気持ちが大切よ。私は夢は見ないけれど、夢につなげることはできるの。足を踏み入れたなら二度と帰っては来られないような、甘美で危険な夢にでも。お日様の下で波に揺られながら歌い出したい気分ね。ぜひここで。少しだけなら、今度ね。こんな幻を見たわ。真夏の海でエメラルドグリーンの波に揺られながら、ひんやり冷えたパンケーキに舌鼓を打つの。酸っぱいクランベリーもとても美味しくて、多分誰かと一緒だったのだけれど、それは思い出せないの。